元国会議員 YouTuber が NHK をぶっ壊す。令和2年、2020年1月の8日、夜の9時39分であります。今ね、IR というかカジノといいますかね、まあ、その問題でですね、現職の衆議院議員の秋元司さんという方が逮捕されていると。で、そのですね、いわゆる、まあ、贈収賄ですから、収賄と収あの収賄収賄とごめんなさい収賄と収賄かな、いわゆる、まあ、お金を渡した側ともらった側、渡した500ドットコムかな、500ドットコムかな、中国の、まあ、企業の顧問に当たるのかな、いわゆる中国人の方と、ちょっと今名前忘れましたけども、維新の会の議員の実の息子さんと、もう一人、元沖縄県の浦添だったかな、のどっかの市議会議員の、元市議会議員の方3人が逮捕されて、政治家の方は秋元司さんだけが逮捕されて、でこの3人側のこちら側の供述によると、他にもこの逮捕された人以外にも約100万円を5人の国会議員に渡しましたという供述をしていて、5人のうち4人、自民党の4人は全員が否定をしてます。そんな100万円もらっていないよということを否定してるんですが、唯一正直に、受け取りました、ごめんなさいと。それは事務所の職員なのかな、まあ、いわゆる一人受け取ったっていうのが、日本維新の会に所属していた下地さんというですね、衆議院議員がですね、おととい会見を開きまして、事務所の人間が現金100万円を受け取ったと、それを収支報告書に載せていなかったということを正直に記者会見で発表されまして、昨日所属されている日本維新の会に離党届を出して、で維新の会さんは今日離党届ではなく除名処分をされたということで、私 NHK から国民を守る党の党首としましては、下地幹雄衆議院議員に対して、NHK から国民を守る党へ入党していただけないでしょうかというオファーを、おとといからですね、幹事長の上杉隆に命じまして、今下地衆議院議員に当たってもらっていると、こういうことであります。でもちろんこういうですね、不正をしている、あるいは犯罪をしている人間をですね、党に誘うと、ごめんなさい、ちょっと目がかゆくて、いうことについてはいろいろとご批判もご意見もいただいているところなんですけども、なんだろうな、その、まあ、逮捕されている秋元さんも、まあ、事実をこう否定されていらっしゃるので、一概に全部悪いとまでは言い切れないんですけども、さすがにちょっとね、僕秋元さんは、嘘をついてるんじゃないかなと個人的には思っています。嘘をついてるかどうか分かりませんけどね、捜査の途中ですから。で、まあ、自民党の4人の議員さんももらってないとは言ってるんですけども、ちょっと、まあ、怪しいかな、まあ、こう企業献金がもらえるので、で別の、ね、企業からもらったりとか、その別の議員が200万もらって議員からもらったとか、いろいろと、まあ、見苦しい言い訳をされてるんですけども、まあ、まあ、まあ、見苦しいというか、まあまあまあ、合法っちゃ合法で、まあ、自民党議員さんさすがにうまいことやってるなとは思ったんですけども、維新の会の議員は企業からの献金をですね、禁止しているためにですね、その、まあ、同じ維新の会の所属の室井さんという議員の実の息子さんが100万円持ってきたので、それはもちろん知ってたと。だから同じ維新の会の実の息子さんがですよ、室井議員の息子さんが100万円選挙資金として寄付しますということなので、まあ、それを個人献金だと思って受け取ったということ、まあ、それ僕は下地議員としたら、そんなにそこは嘘はないんじゃないかなと。もちろんそれはね、選挙運動期間中ですから、収支報告書にちゃんとですね、選挙運動に使ったのであれば、それは選挙運動の収支報告書に記載しなければいけないんですね。で選挙運動期間外になると、今度は、選挙運動ではなくて政治資金
の収支報告書に載せなければいけないということで、これまあ細かいことを言い出したら専門的なことになるので、まあ下地さん自身は選挙運動の方にも政治活動の方にも収支報告書に載せてない。ただこれについては修正して報告をしたいということで、まあ、すでに弁護士さんともお話をされて、会見ではおっしゃっていました。で、これが、すごい悪いことなのかというと、それはもうそれぞれまちまちだと思うんですね。で、すごいこれ、悪いことが悪いことでないかといえば、違法か違法でなければないかというと、それは悪いことであり違法なんですね。それは私もそう思います。で、本人もそうだと思っているので、自ら維新の会を離党するということ、そして国会議員を辞めるかどうか今悩んでおられると、まあ、こういうことなんですけども、ね、皆さん ここで僕はすごく今日は体調悪い中 YouTube 作成しているのは言いたいんですよ。悪いことにもその強弱っていうか程度があるでしょ。だから例えばサッカーの試合で反則をした時に、そのただの反則とイエローカードとレッドカードっていうのがあるじゃないですか。いきなりもう退場っていうのはレッドカードですよね。確か僕サッカーそこまで詳しくないんですけど、車の運転でもそうですよね。スピード違反30キロぐらい超えるといきなりピンクのカードかなんか切符切られて捕まったらね、もう反則金じゃなくていきなり裁判所で罰金決めてくれみたいな、30キロ未満か25キロ未満は青い切符が切られるんですよ。つまりね、犯罪に対してはちゃんと軽い重いっていうのがあるんですよ。で、今回の僕その下地衆議院議員の件に関してはそこまでね重いその罪なのかなというふうに私は思っています。確かに100万円って決して安い額ではない。でも一方でその何かそれで口利きをしたっていう事実も今のところ出てきてないですし、下地議員が僕ねどうもこの件について嘘をついてるとは思えないんですね。だからダメなことをしたことは間違いないんですが、その例えば一般の人がその万引きをしたとか、女性のお尻をね服の上からこうスカートとかズボンの上から触ったとか、まあその程度なのかな。スーパーで万引きをしたとかね、当然ダメなんですよ。ダメですよ、犯罪なんですよ、お尻を触ったり万引きするのは。でもじゃあそれだからといってそのすごく厳しい処分をするのがいいのかっていうことを言いたいんですよ。罪の中にも徒加料ってのありますね。いわゆる条例で禁止されているような場所でタバコを吸ってポイ捨てをしたりとか、タバコ吸うだけでもダメですよね。例えば東京の中央区とか大阪市内中央区もそうですよね。タバコを多分指定の場所以外で吸ったら都が料1000円とか2000円とか取られますよね。ごめんなさい、今ちょっと写真が撮られた。それ過料なんですよ。都が料とか過料っていうんですね。でもっと厳しくなると罰金ですよね。いわゆる僕今いまだに検察何も言ってきませんけども、脅迫の僕は被疑者として、東京地検の方に書類送検されていまだに何も言ってこないんですけどね。東京地検いい加減にしろよと今だに思ってますけど、早く連絡くれと、要は僕はこれで起訴されると罰金、有罪で罰金になる可能性もあるわけですよね。で、もちろんこのまま検察がこの感じだと多分まあ起訴せずに起訴猶予処分って言ってですね、罪が軽いから裁判しないっていう処分を多分下すと思います。もうだってかれこれもう3ヶ月経つわけですから、もう今更起訴するとかって多分要せんと思うんですよね。ということは、都が料と、まあ例えば都が料罰金で、まあ、執行猶予付きの懲役で懲役、まあ実刑ですね。で、まあ最後死刑とかっていう罪がこうあるわけですよ。で、この、都が料とかかかる前に関しては、起訴猶予処分ってあるわけですよね。だから、もっと言えば、起訴猶予、まあ、有罪の、まあ、都が料、有罪の、まあ、罰金、まあ、都が料は罰金とは言わないですけどね、有罪とは言わないですけど、まあ、とにかく、罰を受けるのも、5つぐらい種類があるんですよ。都が料を、ね、いわゆる、起訴猶予処分です。不起訴の中の起訴猶予処分。
罪が軽いから今回あえて罰金にも懲役にもやりませんよ。で罰金で執行猶予付きの有罪あの、懲役刑で実刑死刑か6個ぐらいあるのかな、まあ、禁錮刑なんかもあるんですけど、これぐらいレパートリーが広いんですよ。で万引きをしたとかお尻をねそのズボンの上から触りましたでいきなり刑務所には行かないでしょ。もう何回もやってる人はさ行きますよ、2回3回やってる人はね。でもそれぐらい人って犯罪を犯しちゃうんですよ、間違いを。でその1回犯した間違いね、犯してしまった間違い過ちに関して、直ちに社会から出ていけっていうことをすると、おそれはなんていうのかな、やっぱり失敗を許さない社会にしてしまうと、その人たちはまた今度悪いことをしないと生きていけないとなるので、とにかくその罪のレベルによってやる、まあ、悪いことしたレベルによって決めるわけですよ。懲役15年とか懲役10年とか懲役2年執行猶予、まあ、例えばプロ野球選手の清原和博さんなんかは覚醒剤をして懲役確か2年で執行猶予5年かな、5年間、再犯しなければ懲役行かなくていいよとか、ああいう判決になるわけですよね。で今回の下地さんに関しても僕はもう起訴されるようなことはないと思います。悪くても訴猶予処分だろうなと思うんですね。つまり有罪にはならないと思っているんですね。もちろん下地さんが言っていることが嘘で他のものがボロボロ出てきたらこれは捕まるでしょうけど、口ぶりを見てると全然有罪にもならないのかなと。でその程度というと語弊がある人いっぱいいるんでしょうけど、あえてその程度の罪でね、その国会議員を辞める必要性は僕はないんじゃないかな。次の選挙でまた選んでもらえればいいんで、それダメって言ったらダメでいいと思うんですよ。でその維新の解散、日本維新の解散は本当に罪の大小関係なくすぐに除名処分にするんですね。で維新の解散はその自分たちにすごく厳しい政党なので、ちょっとでも悪いことすると出てきなさいとこうやるんですね。でそれに対しては僕すごい橋下徹さん尊敬してるんですけども、もう尊敬し続けてるんですけども、ここがちょっと維新は失敗してるなと、失敗したなということを本人は橋下徹さんはおっしゃってるんですね。っていうのは何でもかんでもこう意見が違ったり、いわゆる犯罪はまあ確かにね出ていけばいいと思うんですけど、ちょっとその他の党の候補者の応援をしたとかですね、党のルールに、まあ、いわゆる校則違反をするからやめろみたいな、学校のね学校やめろみたいな、その党のルール守れないからやめろみたいなのがねちょっと厳しすぎて、その自民党のように、だって自民党なんて野田佳子さん、野田聖子さんなんていうのは一回郵政民営化で小泉さんと大喧嘩して自民党出ていったのに、今自民党総裁選挙にまた出るって言ってるわけでしょ。しかもなんか旦那さんが元暴力団の人間なんかなんかで週刊誌いろいろと書かれてていろんなことされてるけども、一回自民党裏切った人がまた自民党に戻ってきてさらに総裁選に出るとかって言ってるぐらい、いわゆるなんだろう、受け入れがすごいと、すごく許す寛容なわけですよ。だって例えば細野豪志さんだって、10年前までは民主党の環境大臣してたわけですよね。その人が自民党に来ることを認めてるわけですよ。他にも長島さんであったりとか、あと自民党に入党された方って言ったら、もう一人ぐらいいましたよね、東京で有名な方、ちょっとど忘れしましたけど、長島先生と、東京でもう一人いらっしゃいましたよね、ちょっとごめんなさい、ど忘れしたって申し訳ないですけど、まあでもその自民党でだからものすごい懐が深いんですよ。で維新の会はすぐちょっと失敗すると切り離すから組織が大きくならないということを橋下徹さんがおっしゃってた。で僕は確かにその通りだな、何でもかんでも厳しくね、その処罰罰するっていうのは大きく組織がならないので、ある程度はそこは感受、いわゆる甘く受け止めないといけないんじゃないかなという橋下徹さんの考えっていうか、彼の失敗等の代表を辞めてからのそういう番組での発言を聞いて、これそうだな、だから僕は
今うちの党で副代表してくれている丸山穂高議員もこれ維新の会の日本維新の会の所属議員だったわけですね。でも彼名の悪いこともしてないんですよ。少なくとも違法なこと一切してないんですよ。党の規約に反してもなければ日本国の法律に触れてもないんですよ。でも除名なんですよ。ある意味すごいですよね。あれ本当になんか戦争発言ちょっともう、もうすごいんですよ。だからで、会派を組んでる、ね、組んでいただいてる渡辺芳美先生も維新の会の人なんですよね。で、だから僕は維新の会の議員の人って本当になんかこうビクビクしてるんじゃないのかなと思ってるんですよね。ちょっと失敗するとすぐに首切られちゃう。で、やっぱりイエローカードってあった方がいいんじゃないですかね。全ての反則にレッドカード出しちゃうから維新の会さんは。ちょっとそこはね、もう有罪になったらね、それはレッドカードでいいと思いますよ。さすがに僕もね、いくら微罪でも有罪になるような犯罪をした場合はダメでしょうけど、今回多分起訴猶予とかで終わると思うんですよ。やっぱり正直に言ってらっしゃるんでね、僕新聞さん、やっぱり人間失敗した時に正直に言って反省してごめんなさいって言ってる人、それ以上責めちゃいけないと。僕はその下地先生のその本当に真摯な対応会見を見ててね、この人をぜひうちの党に来ていただけないかなって素直にそう率直にそう思ったのでお声掛けをさせていただきました。もちろんね、反対の意見も多いかも分かりませんけども、まだまあうちの党の所属の議員が2人とで、まあ、こんな中でですね、なかなか、昨年の私の後半のですね、まあ、暴言とかいろいろと嫌われることによってうちの党の支持率が、まあ、こう下がっているというところもあってですね、なかなか厳しい状況であるというのは理解はしているので、まあ、それではもちろんね、諦めてもないし、まあ、悲観的には考えてないんですけど、うちの党はやっぱり数がいないとですね、発言権がないから、その NHK のスクランブル放送の実現というのはなかなか難しいんですよね。だからとにかく人を集める、もう民主主義っていうか、この日本の国会なんていうのはもう議員の数がいないと何もできないから、だからあさって NHK の日曜討論の収録に呼ばれてます。で、放送は3日後の日曜日、次の日曜日なので、僕はスタジオで生放送には呼ばれてないんですが、収録には収録で出演させていただけるということで、これも国会議員が今2人しかいないから、多分5人になればですね、これはもうスタジオに行って、討論に参加できるんじゃないかなと思っていてですね、まあ、なんとか5人というように、これは変わってません。目標としてはね、無理をしようとは思ってないです。だから例えば立憲民主党を離党された葛飾昭浩さんですか、僕ああいう犯罪ってね、ちょっとそのダメかなと思うんですよね。女性に対してその性的な暴行を振るわった方、しかも彼1回じゃないでしょ。だからそういうのってああいうちょっと性的な犯罪ってね、治らないんですよね。まあ少なくとも2回以上やってる人は僕ダメだと思ってるんですよ。だから犯罪で微罪で1回ぐらいはやっぱりちゃんと許容する社会にしてほしいんですよね。その1回でも失敗したらその政治家を見なきゃいけないっていう、そのハードルがあるから、みんな正直に謝らないんだと思うんですよね。だからそこは僕、今回下地先生は正直に謝ってらっしゃるということで、政治家生命を絶つことは違うんじゃないかなと思っておりますので、 NHK から国民を元にお誘いしていると。したがって誰でも彼でもではないですよ。僕はこの方だと思えば入党していただきたいと思っておりますので、なんていうんだろうね、こんな感じでちょっとね、まだね、病み上がりで元気がないんですけども、とにかくね、下地先生、僕うちの党はもう明るく楽しく元気よくでですね、嘘をつかないということをですね、モットーに、そして選挙の時にお金を使わない、ね、維新の会さんは企業献金を受け取っていらっしゃらないんですが、パーティー券をやっぱ売ってるんですね。やっぱりパーティー券なんかももう僕はもう絶対やらないですし、なんだろうな、だって1万円とか2万円とかのパーティー券買ってくれる人じゃないと話聞きませんっていうのはあまりにも失礼でしょ。だからうちの党は
インターネットを使って選挙をしますので、選挙にお金を使わないから企業献金も個人献金も受け付けないというのがポリシーでありますので、ぜひ、ね、よろしければうちの党にお越しいただいて、下地先生のですね、これまでの経験をぜひ NHK から国民を守るために、そして、国民のために使っていただきたいと思っております。以上です。元国会議員 YouTuber で、政党高等代表の立花隆が NHK をぶっ壊